国道199号起点付近福岡県北九州市もじく国道198号もじ港駅入口交差点国道199号終点福岡県北九州市八幡西区日吉交差点付近国道199号は福岡県北九州市もじくから北九州市八幡西区に至る一般国道である福岡県北九州市やは西区北九州市内で 完結する一般国道の路線で、文字港にある文字港湾合同庁舎前から、関門海峡の海岸線や東海湾の北岸沿いに西へ向かい、若道大橋で若松港がある、東海湾を渡り、八幡西区の国道を3号交点に至る。文字区から小倉北区にかけては国道3号と並行しているが、JR 九州鹿児島本線の両側に位置する関係から、 両道路の接続は良くない。若松から終点の折尾までの間は JR 筑豊本線と並走するルートをたどる。起点の文字港湾合同庁舎前は港国道でもある国道198号の起点も兼ねており、本路線は国道198号と道なりに結ばれる。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。 道路法に基づく二級国道として初回指定された路線の一つである。国道指定当初は道海湾をまたぐ橋はなかったが、九百六十二年に日本道路公団が管理する有料道路として若戸大橋が完成供用された。若戸大橋の管理は日本道路公団解散直前の二千五年九月三十日に北九州市へ移管されることとなり、北九州市は 北九州市道路校舎設立までの間は北九州市が管理をする対応とし2006年4月1日に同校舎へ管理を移行した若道大橋をめぐっては2005年4月から約1年間にわたって国道199号の区域を解除されて北九州市道川城本町1号線となっていた国道495号との分岐福岡県 北九州市若松区橋梁トンネル、ありがとうございます。